東インド尖閣歴史戦古琉球の66、本日の材料はですね、八重山日報小チャイナと大世界96、題しまして、白磁を運んだのは誰か、香炉書順風早々の嘘、というものでして、令和3年10月31日日曜日第6面八重山日報で公表されたものを解説いたします。まあ表題の順風早々の嘘、これ順風早々そのもの、古典資料、古典というかですね、古い資料そのものが嘘をついてるわけじゃなくて、それを利用した嘘ですね。どういうことかと言いますとですね、まあ連載93、東インド尖閣歴史戦で言いますと63のところでお話ししたことのちょっとまとめが続きになるんですが、まず明国初期、明国弘武皇帝朱元璋の弘武元年1368年ですね、その後1372年、弘武5年に、使者金明使節勅使要塞が福建から琉球に派遣された、遣使された、その時のについての記述がですね、約80年後ぐらいの記述で見ると、七昼夜の風帆の弁という船の往来がすでにまああったような形で書かれているわけですね。で、風帆の弁なんですけども、風帆の祖、祖師されるの祖、風帆の祖じゃなくて風帆の弁ということは、つまり初めて通じたっていうことじゃないんですよね。すでに、まあ、便箋といいますか、ある程度通じている、風帆の弁というか、通というかですね、すでに通じているという前提での話なんですよね。初めてだったら、もう初めての見知らぬ海に漕ぎ出していく、風帆の祖なんですよね。初めてじゃないということが風帆の弁なんです。で、ですから、まあ、弁と、もう通じてるってこと。で、当時は風で、大体、ね、行くときは、福建から琉球へ行くときは、初夏。春から初夏ですね。それに対して、帰りは、秋冬ってなことに、まあ、なるわけですけども。ですから、ほぼ年に一度の方向性なわけですよね。これは、南北方向だと特に顕著で、例えば、長崎から、南へ出て行く船ですね。東尋船や、東尋船の場合は西に行くのか、オランダ船なんかの最後の船っていうのが、もう立春になるともう最後の船なわけですね。冬までなわけです。オランダ船とかは初期においてはかなりの、毎年何隻も来てますので、多い時は数十隻ぐらいじゃないかな。東尋船も含めてですね。で、ですから、まあ、最後の便箋が、冬の末、立春ぐらいということに、まあ、なるわけですよ。で、そういう方向性としては1年に1度。ですから、風帆の弁という場合に、やっぱり風の方向性から言うとですね、それ以後の風という自然現象は変わりませんから、それ以後の歴代のでは基本的に、春、まあ、晩春から初夏というのが、東行きの、福建から琉球へ東行きの季節となっているわけです。で、これ東西方向だと、風のね、なんていうか、冬だと北風が強くて、夏は南風っていうことになりますよね。でなんとなく、まあ、そう、今私も風って言っちゃいましたけど、一応風ってことにされてるんですけど、どうなのかなと。東西方向で風っていうのは、あんまり夏冬じゃないですよね。で、ですから海流かなということにまあなるわけです。で、まあ、そうですね、古典資料の中では、神という文字が使われます。風よりも神、山水に、尋ねる、例えば、なんでしょう、迅速の迅ですね。すごく早い迅速の迅。まるでなんか、迅速の迅の字ってちょっと、次元はちょっと私知らないんですけども、なんか、象形文字っぽくって、
木掛け船に新漁がついてるような感じしません？ね。まあ、あれはどういうわけか知らないけど、その迅速の迅の字の新漁を取っ払って、三髄で書くのが新。で、同音字を取って、信頼するの新の字もですね、使われたりもしますけれども、要するに決まった、なんていうんですかね。で、三髄なんですよ。風じゃないんですよね。三髄だから、やっぱり海流なのかなというふうに一応まあ考えられるわけですけど、海流となるとですね、その、まあちょっと話せば長いんですけど、ちょっと今日はその話じゃないんですね。で、季節航路がまあすでにあったと考えられて、で、要塞は日本から帰国してということを前にね、申しました。弘武4年の10月に、日本から浙江へ帰ってくるわけですよね。あの北九州、あの太宰府あたりからですね。弘武4年1371年、10月に帰ってきて、すぐ弘武5年正月に琉球行きの命を受けると。わずか3ヶ月。かなり急ぐわけですよね。で、同じ人間を派遣するっていうんですから、相当に、同じ要塞のもたらした情報、経験に頼るということになるわけです。でも、琉球初めてなんですから、経験に頼るも何もないんですね。すなわち、日本人がそこで案内した可能性が非常に高いわけですよね。日本で琉球のことを知る人間が、太宰府あたりにいて、で、当時としては、太宰府、対馬、さらには最終島、チェジュ島、最終島ぐらいから琉球までの非常に、物流なんかが通じていてですね、朝鮮の瓦作りの画工、陶工なんかを連行してですね、琉球で使っていた、連行あるいは雇用でもいいんですけども、一定の報酬は当時でもあるでしょう、当然。わかりませんけどね。ですから、技術者を、呼ぶには、相当琉球側もお金持ちでないとならないわけですよね。で、ですから、連行とは言っても、当然、一定の強制性はあったはずですよ。強制性はあったはずだけども、報酬もきっとあったはずで、つまり、奴隷と労働とは、私益することと奴隷とっての、もう区別は、近代以後のような、明確な法律でこれは奴隷扱いだとかって、明確に分けられてるわけじゃないですよね。まあ、そんなわけで、とにかく、意外にその琉球初期においては、朝鮮との、関わりが多いわけですよ。朝鮮に物を売りに行くとかね、そういう貿易の記録もまあかなりあるわけです。で、そういう流れもあって、多分ですね。ですから、南朝のですね、南朝方が、熊本とかを中心としておったんですが、太宰府を取るわけですよ。太宰府を取ったのは何年で、太宰府を失ったのは何年だったかな。ちょうどそこの前後なんですよね。で、ですからそういう人間が、琉球関係の人間が、まあきっといただろうと、まあ推測されるわけですね。で、そうでないと、要塞が帰ってきてね、10月に帰ってきて、さあすぐ行こうってならないし、さあすぐ行ってもパッと行けるもんじゃないわけですよ。便箋があるぞって話になって、航路が通じてるぞと、便箋もあるぞ。という話でなきゃ、さあすぐ行こうになるわけがないんですよね。ですから、まあ、正月にすぐ任命されたってことは、3、4月ぐらいに行くぞっていう、もう慌ててですよね。で、ですから、南京でちょっと準備して、すぐ福建まで行くと。福建までまあ、10日ぐらいかかるでしょう。陸路で行けばね。そういう、ことが考えられる。つまり、要塞がそそくさと出発できるということ自体が、便箋の存在を感じさせる上に、なおかつ、風帆の便という、形容詞がすでに出ているわけですよね。さて、つまり琉球人の航路が先にあり、そこに施設要塞を案内したわけです。要塞の側もともと知っていれば、そんなね、弘武元年から何年もね、琉球へはとても行けないなみたいな話にはならないわけですよ。ですから琉球を知らなかった。しかし実は便箋が通じているということが急に分かってきた。これが弘武4年の末ぐらい、琉球人が福建に来ていたっていうことですよね。福建人自身が行ってたとは考えられないとてもですね。で、琉球人自身は来ていても、まあ、ある程度ね、
その琉球側の事情をある程度秘匿、後の時代になるとかなり秘匿するんですよ。琉球事情をね、あんま話さないようにしていたとかね、そういうことはいろいろな資料に出てくるんですけど、この時からすでにそうだった可能性はありますよね。だって自分たちの貿易のを独占するためにはやっぱりね、航路とかいろんなものを非するのはまあ当たり前って言えば当たり前ですよね。ちょっと話が長くなりました。それでその時に、施設要塞を案内したんだけど、最初の往路の時は福建人は案内しなくて、復路、琉球から福建に戻る時は福建人が案内したと。交代ね、水先案内人交代する、両方福建人だったら交代するわけないんで、往路は福建人以外だったと考えられるわけですよね。それはもう琉球人しかないですよ。ということについては、この談話連載の70や91でお話しいたしました。で、その時、福建の白磁が輸入されていて、これが非常に特徴的で、琉球諸島にだけ残っているんですね。福岡とか、にはほとんどない。まあ、たまにあるんだがほとんどないということでですね。で、福建側ではそうやってね、福建白磁は琉球にたくさん輸入されているんだけど、それなのに福建側では琉球がわからんわからんって書いてんだから、自分で売りに行ったんじゃないわけですよね。琉球人が買いに来ていただけだと考えられるわけですよね。福建まで買いに来ていた。で、ちょうどこの時代、やや少し後になりますが、1403年の序文を持つ航路書順風草草、順風草草1403年の序文があるんですけど、これはその定和の航路なんですね。で、定和については前話しましたね。アフリカに行ったというですね。で、その定和の航路書順風草草が出来上がって、航路書が出来上がるぐらいですから、それ以前にすでに航路が存在しているわけですね。ですから、まさしく、この琉球人の往来が、明らかとなってきた時代、1300年代後半には、こういう順風草草に乗っているような航路はすでに存在したと考えられます。で、この順風草草に長魚書、出てくるんですよ。尖閣長魚書。長魚書の尖閣航路が記述されているんですね。なので、チャイナ政府ではですね、もう、閉めた後ばかりに、この時代にすでに尖閣航路を福建人が分かっていたんだ、つってですね、順風草草は福建人が書いたような書物なんです。基本的に福建字音で地名が移されていて、で、まあ、出港地が大体福建からなんですよ。で、それでですね、ただ問題は、これ前にも一応は話していることですけども、改めておさらいなんですけどもね、順風草草には3つの部分に分かれている。官守、官上、官下と呼ぶことができます。官守っていうのはまあ判例とか総論みたいなのが出てる部分ですね。官守、官上、官下、総論とか判例の部分を官守とすると、あと中身の航路そのものが載ってる部分が官上、官下と分かれるわけですね。で、官守は判例のような全体的説明であり、官守から官上まではイスラム工法でジャワ島以西の航路が掲載されているんですよ。官守の部分も、まあ、地名は一応ずらり載ってるんですね。これ基本的に東南アジアからインド方面へ向かう地名ばっかり載ってます。で、さらにそれを航路として記述するのが官上ですね。牧野上。これも、インド方面へというのばっかりなんですね。で、イスラム工法のやり方がちょいちょいと出てくるわけですよ。それは星の高度で北緯計測とかをするんですね。で、北緯っていうものは、そもそもこれ話長くなっちゃいますけど、北緯を計測するという技術自体はですね、これはもうかなり古いんですけど、中東アラブの、あれですよね、アラブ以前のペルシャ時代からもうそのすごい、そういう技術はメソポタミア文明で発展しているわけですよ。それで360度法がかなり早くから、まあバビロニア文明かなんかからね、もうすでに生まれていて、で、それがずっと東洋にはずっと輸入されないんですよ。唐の時代に一行禅師というお坊さんがインドからそれをまあ輸入します。この時、初めて360度法が輸入されて、で、なかなか流行らないんだけど、モンゴル時代になって再度それがイスラムの影響下で360度法が流行るわけですね。で、北緯を測る北極が90度ということでですね。
この計測法は、だからモンゴル時代で言えばもう完全にもう西から来た計測法ですよね。それが記載されているわけですね。イスラム工法なんです。で、星の名前があって、この、何子何画とかつってですね、例えば5子とかつって出るわけです。まあ、指5つ分っていう長さなんですよ。どういう長さかはわかんないけど、まあ、現在と比較すればやっぱり北緯5度なんですよね。つまり、セイロン島とかその辺ってのは、北緯5度とかぐらいじゃないですか。ね。そういう、あれですね、星の高度による北緯計測。それから縄を垂らして、海底にですね、縄にその、何ですか、接着剤的なものをまといつかして、縄の先の重りにですね、で、海底の砂がついたとか、なんだとかってなことで、海底調査をすると。そういうのが、まあ、イスラムの習慣なわけですよね。で、それが、慣習と慣常には随分たくさん載ってると、100箇所とかもっと載ってるのかな ?100数十箇所載ってる。ところが、漢の下、巻の下では北緯を計測しないんです。一度も。のみならず、海底調査も一度ぐらいしかないんですよ。で、なおかつ漢の下、巻の下に載っているのは、アラブ方面の地名じゃなくて、チャイナから東側の地名ばっかり載ってます。宝庫諸島、ルソン、台湾、琉球、尖閣、長崎、平戸、朝鮮など、日本、なんですね。で、この、写真ですけれども、牧野城と牧野下との間は紙面を分けていて、牧野下だけは、もう、要するに別の書物を一つに閉じたということが、はっきり分かれてるわけですよね。で、これが、活字本では、かつて、光達さん、正達っていうんですかね、光達さんという偉い学者が、これをオックスフォード大学で書き取ってきまして、活字本で刊行したんですね。1960年代にですね。で、その時には、牧野城と牧野下の間のページ分けを一緒にしちゃったんですよ。分けなかったんですね。だから一緒くただとずっと思われてて。ところが、これを、奥原先生というですね、尖閣研究の開祖とされる奥原大先生がですね、これの写真を、オックスフォード大学から入手されまして、それを私、岡田先生のお宅で見せていただいたわけですね。で、現在それは、あれですね、笹川財団の海洋東証資料センターに所蔵されています。マイクロフィルムで撮られまして、それを見ますと、牧野城と牧野下が分かれているんですね。で、その後、近年になって、さらにそれをもう完全に、写真版で紙まで綺麗に模倣した模造品として、中華書局がですね、平成29年に刊行したものを今こう写真で載せているんですけれども、オックスフォード大学にずっとあったものですね。400年間、オックスフォード大学に、まあ、蔵されていて、その1960年頃に、日の目を見るようになった。そういう書物です。で、その順風草相は、漢書と漢上はアラブ方面。なおかつイスラム工法。牧野下は長崎、日本、尖閣、琉球、台湾なんですね。で、牧野下の地名は漢書のところには全く出てこないんですよ。牧野上のアラブ方面の地名ばっかり出てくるんですね。漢書には。で、漢上、漢下。漢書がだから総論的な判例的なものですから、判例って凡例って書くやつですよ。もう判の判じゃないですからね。判例的な部分ってのは、全体の地名が載ってなきゃおかしいのに、イスラム方面の地名ばっかり載ってるから、なのでまあわかるのが、もともとイスラム方面の地名を載せた航路書であったわけですよ。そこに後から付け足しで、漢下の日本方面、尖閣日本方面を載せたんですね。牧野下でですね。で、それは、牧野下はページを分けて、東航路になってるわけですね。で、東航路の中に尖閣があるんだけど、東航路の特徴を見ると、これも私が発見したんじゃないんですけども、昔の、30、40年前の人の論文ではですね、長崎が出てくるわけですよ。ね、長崎もともとただの村ですから、停泊地とかとして乗るわけがないんでね、大体乗ってるような代表的な停泊地が乗ってるわけですから、そこに長崎が出てくるっていうのはもう長崎が港として開かれた時代、すなわちポルトガル人が来た。長崎開港1571年よりも後だということがわかる。なおかつ、ルソンには
十条というのがあるわけですね。十法の十ですね。つまり大法の法門付きの城壁。十っていう言葉は、もともとは、大法ですよ。で、小さくしたやつが長寿、鳥獣って書く長獣とか、主獣ってことになるわけですけどもね。十はもともと大法のことですよ。法。十法って言いますけれどもね。十条、つまり法上、城壁、法の、砲撃用の城壁。まあ、穴が開いてんでしょうね。それが出てくる、ルソンのですね。ということは、まあ、スペイン人がそういうのを築いた。で、スペイン人の城壁が築かれたのが1573年だということが資料を見るとわかるわけですね。これ、長崎開港1571年ってのは非常に有名で、長崎市で記念されたりするんですけども。マニラ築城もほぼ同じ年ですよ。マニラ築城っていうか、マニラが、開市ですね。都市として開かれたのが1570年か71年。これはマニラの人にも有名なんだけど、フィリピンの人たちにあんまり注目されていないのが1573年、城壁を築かれた。これはただし、ね、有名じゃないけど資料を見ればわかるんで、ちょっと前の人の論文に出てくるんです。ですから、そういうのが載ってるのが牧野下なので、ずっと後の時代なんですね。で、今日言いたいのは何かっていうと、一番大事なのは、つまり、最初の頃、1403年の順風早々には、尖閣とか琉球とかの航路が全く乗ってなかったってことですよ。で、乗ってないから知らなかったとは、100% 断定できないけど、まあ、基本的に、そういうふうに考えられるわけですよね。まだ東航路を熟知したような情報を持ってなかった。この書物の存在自体が琉球を知らなかったっていうことの一つの、まあ、詐称となるわけです。つまり、琉球の白磁航路が開かれていた1300年代後半の時代。いや、白磁航路はもう1200年代元寇の後から開かれてるんですよ。その時代には、順風早々の牧野家の東側航路はまだチャイナ人にとって存在しなかったと、まあ、ほぼ考えられる。もちろん完全に存在しなかった。証明はできませんけど、ほぼ大きな流れとしてはそういうことですね。存在しない証明ってのは悪魔の証明とか言われてできないわけですから、ほぼなかったわけですね。で、西側のイスラム航路だけがあった。それはイスラム人に導かれた。チャイナ人自身じゃないんですよね。イスラム技術で招かれた。イスラム人はもうそれよりも1000年ぐらい前からずーっと、1000年はないか。すっごい。いや、でもそうそう、1000年ぐらい前あるんですよ。イスラム以前のですね。仏教文献にも出てきますしね。で、まあ、要するに西側のイスラム航路だけだった。そういう特徴から見ても、やっぱり沖縄の出土白磁、八重山とも出土白磁を運んだのは琉球人だったと。福建人の知らない航路であったということが、まあ、傍証として説明できるんですね。前半でございました。これから後半に参ります。東インド尖閣歴史線古琉球の66前半でございました。